ただきます。まず冒頭、私の方から発言をさせていただきます。今日午前中の参議院本会議におきまして、電気事業法の改正案が成立をいたしました。また海賊多発地域における日本船籍の貨物船にですね、武装警備員の同乗を認める特別措置法案が成立をいたしました。これらの法案はいずれも先の通常国会の最終日に本来成立するはずの法律案でありましたけれども、民主党の国会対応によりまして残念ながら成立に至らず廃案になってしまった法律案、その4法案のうちの2つでございます。これが成立したということは、ねじれ解消の一つの象徴的な出来事かなというふうに受け止めております。この国会におきまして、充実した国会審議の上で、これを皮切りにですね、重要法案を着実に成立を図っていきたいと、このように考えております。それからもう一つでございますが、先週11月の7日に、会計検査院が2012年の決算報告を総理の方に提出をされまして、630件、4907億円に上る問題点を指摘をいたしました。過去3番目に多い指摘額ということでございますが、今回の会計検査院の報告書の中の特徴はですね、公共インフラの維持・管理についての重点的な調査を行いまして、多くの自治体でですね、例えば高速道路をまたぐ陸橋、これを点検したところ、多くの自治体で陸橋の点検や補修にまで手が回っていなかったり、ずさんな点検が行われているという実態が明らかになっております。私も、昨年から、防災、減災対策という中で、特に、維持、補修、点検にですね、重点を置いて、予防的な維持管理、保全をやっていこうということを提唱しております。こういった実態を踏まえてですね、より私どもが申し上げているような予防的な維持管理、保全、この体制の拡充向けてですね、政府の努力を促していきたいと、このように考えております。私からは以上でございます。はい、自民党の徳田猛衆院議員の件なんですけれども、昨日は親族らが公選法違反事件で逮捕されたことを受けて、本日は離党届を、党本部の方に提出しました。これの受け止めと、あと離党だけではなくてですね、議員辞職を求める声もあるんですけれども、それについて政調会長のお考えを聞かせてください。徳田衆議院議員の、身内の方が逮捕されたということでございますから、ご自身として、一定の身の処し方をされたんだろうと、離党届というのはそういう意味があるというふうに思っております。ただ進退につきましては、これは自ら判断をすべきことでありますから、徳田議員がですね、適切な判断をされるべきだというふうに思っております。ただ、辞める辞めない云々の前にですね、まず国民の皆さん、有権者の皆さんからいろんな、疑惑を投げかけられているわけですから、自らその疑惑を説明をする責任をご本人は負っていらっしゃるんじゃないかと、国会での場を等を通じてですね、説明責任をまず果たしていただきたいと、このように考えております。はい、特定秘密保護法案についてお尋ねさせていただきます。はい、今日自民公明維新の方で出席協議が始まりました。
維新の案が提出されたということで、まだちょっと案の内容は定かではないんですけれども、これまでの、委員会答弁などでの話ですと、秘密の範囲を狭めたりですとか、30年後に公開をさせるとか、有識者会議の設置とか、そういう内容が盛り込まれていると思われますが、こうした修正について、公明党はどういう態度で臨まれるのか、そのご見解をお願いします。維新の案自体、私も詳細を知らないので、その評価は差し控えたいと思いますけれども、この特定秘密保護法案については、なるべく多くの党のですね、賛同いただくのが望ましい、幅広い合意形成が望ましいというふうに基本的に考えておりますので、できるだけご提案の中で取り入れられるものはですね、取り入れていくという柔軟な対応をしていくということになるのではないかと思っております。関連ですけど、数の上では自公両党で過半数を持っているので、このまま採決もできるんですが、できれば今の言葉ですと修正協議をして強行採決ではないという形を取りたいというのを考えなんでしょうか。採決のあり方がどういう形になるかというのはこれからの国会運営のあり方なんで、強行採決が与党だけの採決が強行採決になるかのようなことは、それは確定的には申し上げられないと思いますけれども、先ほど申し上げたように、いろんな意味で関心のある話題ですし、国民の知る権利に関わる問題ではないかという指摘がありますから、与党だけでなく、なるべく多くの党の賛同を得る形が望ましいというふうに思っております。昨日の与党の税制協議会で、軽減税率の中間報告をまとめて、来週から本格的な議論に入ると思うんですけれども、来週まず対象品目について議論するということですけれども、これに対して党としてどういった方針で臨まれるおつもりなのか、現時点での考えがあるか。はい、軽減税率については、今年の年末の税制大綱をまとめる段階でですね、骨格は、定めていきたいとかねてから申し上げているところでございます。その骨格というのは、一つは 10% 段階で確実に実施をするということと、それから対象品目ですね、詳細なそのところまではなかなかいかないとしても、一般的に、これが対象になるというのが分かるような形での線引き、それから税率ですね、標準税率 10% に対して軽減する税率、ここら辺の骨格までは固めていきたいというふうに思っています。その議論の一つとして、対象品目をどうするかということでございますが、党として今、検討しているところでございますので、その内容については次回の与党の協議の場で申し上げるということになろうかと思います。はい、中野です。関連してなんですけど、年末の税制改正に向けてなんですが、自動車取得税の廃止に関連してですね、総務省などは軽自動車税を上げるということを検討していますけれども、この点公明党としてはどう考えていらっしゃいますでしょうか。総務省の報告書といいますかね、提案を読みました。で、自動車税に比べると軽自動車税が非常に低く抑えられているので、大きく上げる余地があるのではないかと、こういう提案のようですけれども、一方で地方の生活実態を見ますと、軽自動車というのが、一種の生活の足として使われている、あるいは農業や漁業の仕事のですね、本当に身近な道具として使われていると。地方に行くと、軽自動車が何台もですね、納屋の車庫にあるというような状況でありますから、地方の身近な生活の道具と、庶民の足として使われていると、こういう実態を考えた場合、軽自動車だけを狙い撃ちにしたような大幅な増税というのはですね、やはり、地方の利用者の方の理解は得られないのではないかと、こういうふうに考えています。
そういう意味でおきましては、公明党としてはやはり慎重な立場で臨まなければいけないというふうに考えています。よろしいでしょうか。はい、じゃあありがとうございました。